時間です。そろそろ出発してキアナのところに行きましょう。華麗な舞踏会にしましょう。飛ぶわよ。おめかしした私にドキッとした？風に揺れるスカートは翼みたいよね。おめかしした私にドキッとした？行きましょう。吠えなさい、クリカラ。行動開始。行きましょう。この剣を雷光にして。行動開始。行きましょう。敵は見逃しません。行動開始。行きましょう。待って、キアナ。どうしたの、委員長。簡単にはいかないよね。探知機の不具合？それとも。とにかく想定の範囲内ではある。これは確かにあの天命の主教のやり方だよ。彼のしてきたことはほとんどの場合は賭け事にしか見えないけど、実際は利用できるスペースに全て駒を置いていた。それって私たちの計画は全部あいつの想定内ってこと？わからない。今私たちの前にいる伏兵はそれほど強くない。ここが突破口になることを予想したのか、私たちがここに来ることを予想したのか、その間には大きな違いがある。もし後者だったら、彼はきっと他の用意もしているはずだよ。他の人たちに連絡を入れた方がいい？まだ大丈夫。エネルギー反応と探知機の結果がどうして一致しないのか、今すぐ結論を出すことはできない。オットーが何らかの手段で信号を遮断したならまだいいんだけど、もし彼がリアルタイムで私たちを監視していたら、
むしろみんなを巻き込んでしまう。けど気づかれない前提で通ることは無理だね。じゃあ行動ルートをキープしたまま直接突破するのは？やっぱり無鉄砲かな。いいえ、軽率に仲間に連絡できない状況なら不変をもって万変に応ずるのが正しい。計画通りに動く、それも臨機応変になるから。それに目の前の敵に対して私たちは即戦即決が可能な実力を持っている。目の前の敵を素早く倒すことができたら予定通りに吸収を達成できる。委員長はそう言いたかったんだよね。ええ、実戦においては自身を中心とすることが一番大事だから。このボタンかな。テスラ博士が作ったこの探知機、少し懐かしいな。キアナ。あ、委員長、もう出発するの？ああ、博士からもらった探知装置を見てたんだ。待機してた時にネゲントロピーのスタッフと話してたの。これはネゲントロピーでよく使われてる探知装置で、様々な付加機能があるって教えてもらったんだ。付加機能？例えば装着者に対してフィジカルチェックをして、今の気分に合わせて自動的に音楽を再生するとか。話によると再生された曲は装着者の気持ちにフィットするらしいよ。やってみる？委員長。ええ、時間が迫っている。急いで出発しよう。華麗な舞踏会にしましょう。待って、キアナ。どうしたの、委員長。やっぱりそう簡単にはいかないよね。探知機の不具合？それとも。とにかく想定の範囲内ではある。これは確かにあの天命の主教のやり方だよ。彼のしてきたことはほとんどの場合は賭け事にしか見えないけど、実際は利用できるスペースに全て駒を置いていた。それって私たちの計画は全部あいつの想定内ってこと？わからない。今私たちの前にいる伏兵はそれほど強くない。ここが突破口になることを予想したのか、私たちがここに来ることを予想したのか、その間には大きな違いがある。もし後者だったら、彼はきっと他の用意もしているはずだよ。他の人たちに連絡を入れた方がいい？まだ大丈夫。エネルギー反応と探知機の結果がどうして一致しないのか、今すぐ結論を出すことはできない。オットーが何らかの手段で信号を遮断したならまだいいんだけど、もし彼がリアルタイムで私たちを監視していたら、
むしろみんなを巻き込んでしまう。けど気づかれない前提で通ることは無理だね。じゃあ行動ルートをキープしたまま直接突破するのは？やっぱり無鉄砲かな。いいえ、軽率に仲間に連絡できない状況なら不変をもって万変に応ずるのが正しい。計画通りに動く、それも臨機応変になるから。それに目の前の敵に対して私たちは即戦即決が可能な実力を持っている。目の前の敵を素早く倒すことができたら予定通りに吸収を達成できる。委員長はそう言いたかったんだよね。ええ、実戦においては自身を中心とすることが一番大事だから。動かないで、私にもよく見せて。え、飛ぶわよ。行きましょう。強風に私に服従しなさい。雷鳴が来る。シノリバトン。委員長、あれは、おっと、どうしてここに？気をつけてキアナ、あれは分身に過ぎない。あの男がこういう簡単な罠だけを用意するはずがない。急いで敵を片付けないと。私に服従しなさい。雷鳴が来る。一刀両断。戦闘中にはぐれた。急いで彼女を見つけないと。けどこれもあの人の計画だとしたら、どうして私たちを離れ離れにしないといけないのだろう。いや、さすがにこんなことまで予想できないはず。それに私たちの計画にとっても決定的な影響を及ぼすとは考えにくい。しかし本当にわざとそれを狙って支配の律者の力を利用して。これは近くにいる。本気を出している。
は誰？天の道は利して大事、聖人の道はなして争わず。行きましょう。この剣を来光にして。それはこっちのセリフだよ。委員長がここに来る前にあんたを倒す。羅刹人、また計画を間違えてるよ。相手が全然違うじゃない。待って今日は私を倒すのは無理だよ。ほら、大師匠が来たから。どうしてあなたが大師匠？お祖師様、お久しぶりです。確かに500年ぶりですね。まさかまだ生きてるとは思いませんでした。ですが確かにあの男がしそうなことですね。でしょう？目覚めた時びっくりしましたよ。世界はいろいろ変わったけど、500年前の人がまだ存在してる。まるで夢を見ているみたいですね。委員長、彼女は？昔の友人。話すと長くなるから割愛させてもらう。キアノは大丈夫？平気だよ。けど委員長も気をつけて。彼女はオットーの部下みたい。羅刹人の部下なんかじゃないよ。バルキリーだってあの人が勝手につけた肩書きだし、私は別になりたいなんて思ってないよ。お祖師様、誤解しないで。羅刹人は命の恩人だから私は協力するって決めたんです。だけどお祖師様を止めてとしか言われてないから、助っ人がいるなんて聞いてません。一対一ならまだしも、一対二なんてできっこないです。割に合わないし、羅刹人は私のことを買いかぶりすぎてるんじゃないですか？いいえ、彼があなたの、そして私の実力を間違えることはありません。キアナ、先に行ってもらうことになるかもしれない。委員長？私の判断が正しければ、確かに私たちが手を組めば彼女に勝てると思う。けど任務も予定通りに行えなくなる。最悪の場合、彼女が私を倒しあなたの前に立ちはだかるかもしれない。本音を言うと、そんな自信はないですよ、お祖師様。もちろんそれには大きな代価が必要でしょう。他の者なら話は別です。なぜなら彼らは利害関係を考え臨機応変に動くからです。ですがあなたは有言実行という点においては利害関係を考えません。死も下に及ばずという言葉のように、相手が偽善者でもあなたは変わらず約束を守るはずです。羅刹人のやつ、この500年の間に一体何をしたの？褒め言葉なんて一度も聞いてないんだけど。だけど委員長、もし本当にそうだとしたら一人で。キアナ、任務を忘れないで。何があっても誰かが前に進まなければいけない。大事なことが私たちを待っている。彼女にあなたの邪魔をさせるぐらいなら私が彼女の相手をする。けど、
わかった、委員長。ただ、オットーの相手をするなんて、正直、少し自信がないんだ。だから、早く手伝いに来てよね。ええ、気をつけて。委員長もだよ。何かしようとはしないんですか？私が応じたのは一回の勝負だけですから。一回は一回です。二回戦っても何の得にもなりませんし。500年ぶりの再会なんて少し気まずいですね。お祖師様とは戦った、そうですよね。覚えてないけど、お祖師様とはもう貸し借りはなしだって羅刹人が言ってました。あなたに守らなければならない約束があるように、私にも果たすべき使命があります。ああ、そうですね。どうしようもないことなのか、決まった運命なのか、はたまた報いなのか、私にはよくわかりませんけど。昔話をするのは全てが終わってからにしましょう。そうですね。何か予想外のことでもあったら、昔話も別のものになってしまいそうですし。では失礼します。お祖師様。静かな時ほど危険なものです。無常自在の一番弟子リース社ご指導を。お祖師様、このまま譲り合っていても終わりませんよ。そう、私と違って彼女の献身はまだ完全なもの。ただ現状維持のままだと、今の私では彼女を止められるとは限らない。この状況を、彼女のバランスを崩さないと。まだチャンスはある。他の相手では存在すらしないチャンスが。少なくともこれからの戦いに彼女が手を出せないようにしないと。あの技を出すように彼女を誘導して、そして
それを解消しないと。そうですね。寸止めはそろそろ終わりにしましょう。これからは本気になります。もう始まります。そうしなければと彼女に思わせるため、私も元手を出さなければなりませんね。さっさと片付けてしまいましょう。これでわかるはずです。え、何を認めましょう。あなたが剣心を持つ状態では、今の私たちは白昼の間でしょう。あなたを倒してキアナと合流する、それができたとしてもかなり時間がかかるはずです。ましてその時の私には局面を変えられるほどの力は残っていないでしょう。ですがあなたにとっても同じです。先ほどの手合わせからして、もし私が戦闘を避けようとしても、あなたに私を止める力はないはずです。そうですね。今の変じゃない？羅刹人は精鋭は本物の仙人だって言ってた。そんなの知ってる。でも相手は仙人、私はただの凡人。それなら短時間で勝負が決まらないとなると、対局のために私はあなたを振り切りこの場を去ります。え、それはダメ、反則です。ですからあなたにも私にも即戦即決が必要です。そんなのできませんよ。だってお祖師様ですよ。負けないこと自体が難しいのに即戦即決なんてありえません。切り札を見せない状況なら確かにそうなりますが、私たちはまだ全力を出していません。次の一撃は全力を出します。本気を出さないとあなたはここで命を落とすかもしれません。そう、本気です。なので自分の約束を果たしたいのなら全力を出しなさい、リー師匠。今がその時です。お祖師様はあの白髪の子のために時間を稼ぎたいだけですよね。羅刹人だって同じです。彼も私もお祖師様を傷つけたくない。今日命を懸けた戦いをしないといけないんですか？命を懸ける？いいえ、むしろその逆。オットーが何をしようとしているのかあなたにはわかるはずです。私にとってそれは許されない悪行です。
500年の歴史には戦う価値があります。ですがお祖師様、それに今よりもずっと幸せになってるはずだよ。では無常寺左衛門一番弟子リース師匠、ご指導を。最強剣気神運、神なるもの変化の極みなり。万物に妙にして芸をなし、剣をもって話すべからざるものなり。お祖師様、この一撃は本当に気をつけてください。来い。廃墟の剣、そう、確かに献身です。そして私はこの一撃を受け止めなければなりません。うん、彼女が目覚めた。ケビン、
少し部屋を出てもらえるかしら。彼女と二人で話したいことがあるから。大丈夫？フワ。博士、これは。無理に目を開けようとする必要はないわ。リラックスしたままでいて。私、一体何が？あなたは予想よりもずっとよくできた。それだけよ。長編意志はまだ活性化し続けている。データによると、その影響であなたの筋肉強度や神経反射のレベルが大幅にアップした。とにかく心音実験は成功よ。話さなくても大丈夫よ。私が直接答えるわ。今のあなたは最初の変化に適応している。けどそれには時間が必要なの。心音の拒絶反応を和らげる原理についてはすでに説明済みよね。アポニアの戒律と同じように、それはあなたの脳に直接作用する。私たちの予想通り、心音は人類の意識と肉体を調和させ、成功を促し、体をより崩壊エネルギーに適した方向へと変化させられる。けどフアにとってはもっと特殊な意味があるの。フア、彼らの因子によってあなたは優れた生命力と記憶力を手に入れた。今後神音は長い年月の中であなたの才能を開花させ続けるでしょう。今のあなたはまだ若い選手だけど、未来であなたがたどり着くゴールは大多数の人々よりも遠くなるかもしれない。運命はあなたに道を選んでくれた。長編因子が自分にどんな影響を与えるのか、心音実験の成功率はどのくらいなのか、誰も予測はできないけれど、あなたの身には確かに奇跡が起こった。私が話したいことはそれだけよ。きちんとお休みなさい。この機会にちゃんと考えてみて。それとあなたにとってはいいお知らせかもしれない。今後はもう過重長編のことを心配しなくても大丈夫よ。心音は一つの触媒だけど制限でもある。暴走しても瀬戸際で崩落を止めてくれるわ。だけど同時に、脳は人体で最も複雑で最も弱い部位だってことも忘れないように。意識にとってはわずかな介入さえも水に石を投げるようなものよ。心音があなたの潜在意識に影響を与えるとき、あなた個人の意識もその中に滲んで心音の一部になる。あなたの思考になるの。がどんな風になるのか、それを予測できるのはあなただけよ。未来はあなたに任せるわ。待って、博士、まだ話したいことが。少し休みますか？いいえ、私自身も予測できませんでした。魔に落ちた者は死すべし。天の道は利して凱旋。あくまで一つの学説だよ。彼らにとって時間と現実は偽りの概念。君が見るすべては
君がそれらを認識した瞬間に作り出されるもの、共に作り出されるものの中にはそれら自身の歴史も含まれている。めちゃくちゃじゃない。もう一つは？もう一つの学説は、時間と歴史はすでに全部尽きている。僕たちが経験するものはその過程の反射に過ぎない。そういった反射は薄暗くなっていくが、僕たちはどうすることもできない。もういいわ、ボサ頭。それでどうして急に時間に関する妄想の話をしてるわけ？ああ、時間。君が無駄にしてきたものに関して、人々がそれをどれほど考えたのか、君も知っているはずだよ。うるさい。あんなのただの実験事故でしょ。そこに立ってないで、早く精密部品のテストを手伝いなさい。めんどくさいわね。私たちが二人でやっても、復元するのに一日かかるわ。どうぞ。頭、何笑ってるの？気持ち悪いんだけど。アインシュタイン博士、テスラ博士、お邪魔でしたか？いや、いいタイミングだったよ。何か用事でもあるのかい？テスラ博士と会う約束をしていまして。会う約束？あ、そう、ボサ頭の言った通りよ。ちょうどいいタイミングだったわ。昨日の身体能力テストを覚えてる？データに関する問題を見つけたんだけど、サンプルが少なすぎて戦闘テストも必要になったのよ。必要な機構はすでに用意してあるから、今から。まあいいわ、もう一度用意するから。そうだ、ボサ頭、一緒に。ボサ頭、戻ってきなさい。まあ今は最も簡単な戦闘テストしかできないわ。しかもう少し準備が必要かしら。いいえ、そのまま始めましょう、テスラ博士。終わりました、テスラ博士。ええ、データは十分よ。どうやら私の判断は間違っていないようね。今あんたの体は健康で、各項目の指標も戦士の中で最高ランクだった。
律者コアによる負担もその不活性化とともに消えた。ただ実践に関して結果はあまり理想的とは言えないわね。補うように努力します。努力の問題じゃないでしょう。大事なのは支配の鍵を使用しなければ崩壊エネルギーに対するあんたのコントロール能力は怪我を治す前とあまり違いがないってところよ。まだ自分の体の状態に慣れてないからなの。じゃあ、あの信用のせい？はい。肉体が元に戻ったとしても、私の精神状態はもうあの頃には戻れません。オットーとは関係ありません。彼と知り合う前に、私は剣心を亡くしました。あの頃から、心音による影響も消えました。いいところも悪いところもです。だけど、あんたが前に話した原理だと、心音は直接脳に作用する潜在意識療法で、あんたの体に対する影響は不可逆のはずよね。もう一度それを呼び覚ます方法はないの？あんたの体は、ああいう状況に長い間慣れていたのに、きっと昔みたいに戻す方法があるはずよ。テスラ博士、ご厚意感謝します。ですが、遠慮します。呼び覚ましても、おそらく悪いことにしかなりません。でなければ、彼女だってあんな代価を。私はもう昔の私に戻りました。また心音を受け入れる前のあの頃に戻って原点からやり直します。それは私にとってこの上ない幸運です。わかったわ。もう一つ質問してもいいだろうか。心音の影響は消え、あなたの体も元に戻った。では崩壊獣と同化する力は、第二次崩壊の時に僕たちはジークフリートの身にそういう変化が起きるのを目撃したんだが、今のあなたもそれが可能なのだろうか。やむを得ない状況でしたら、たとえ本当にそうせざるを得ない状況になったとしても、仲間が全員離れた後でなければ私はそうしません。さもなければ私は逆に彼女たちの敵になってしまいます。つまり今のあなたにとっていざという時に使える切り札は一つも残っていないということか。そうですね。退去検診もダメなの？時間の前後から見ると、第二次崩壊の時に向き合った状況は今よりもずっと最悪だったはずなのに、あんたはそれを使うことができたじゃない。当時はまだ都政の羽を持っていましたので例外です。それにあの戦いの中で退去検診にも失敗する可能性があることを知りました。あ、それって。ええ、あの時別の存在が律者の代わりにあの強い一撃を止めた。え？どうしたの？何か新しい発見でもあったの？いえ、ただある不可能な可能性を思いついただけです。は？何それ、もったいぶらないで。いえ、ただ今の時代ではその可能性を確認できる相手がいませんから。華麗な舞踏会にしましょう。位置につきました。可能性を確認できる相手はいない。何事にも絶対はないのに。休憩時間ですから先人の知恵を教えてあげます。Thank you.
もうかばいす。確かにこれは私の中の心境、そして何の偏りもない止水の境です。この心の湖は存在しないはずです。あなたですか。勝負。天の道は利して害せず、聖人の道はなして争わず。キアナたちが出会ったあなたは、四季の律者が作った幻影ではなかったのですね。あなたは最初からここに存在していたのです。でももう意味はありません。師匠、500年前のことはもう終わりました。そして今、私だけでなく、しばらくしたらあなたも土に帰るのでしょう。あなたが作った神運を防ぐことはできません。その点に関してあなたは誰よりも分かってるはずです。師匠、同じ神運を持って対抗すればまだ勝機が見えるかもしれません。ですが師匠、もう剣心の修行をする時間がありません。そうとは限りません。退去後運は真と真の二運だけが複雑に絡まり合っています。真運の本質は剣心を有する人が操る中で転移し、形になる大量の真気、つまり崩壊エネルギーです。
私にはまだそれを止め、露天させ、称賛させる方法があります。権限権、退去の権。師匠はご自身でその一撃を受け止めるおつもりですか？剣心が敗れた今、剣心をどれだけ止められるか分かりません。ですが、理論上の可能性は確実に存在します。ですが師匠、それはあなたの剣心が無形無界、内から外へですから。有形の神器は解消できますが、無形の部分はどうするおつもりですか？あなたにはもう都政の羽がないのですよ。それが私たちが再会した理由です。あの一撃を止めれば、私は正気を見つけ、夫を阻止できます。そのために私はあなたに別れを告げなければなりません。師匠。過去を捨てると決めたんですか？いいえ、確かにかつての私はよくそうしていました。どうすることもできないぐらい記憶を捨て、それらを純粋な燃料のような力にしてきました。ですが今はもうしません。師匠。今になってやっとわかったんです。過去のあらゆる瞬間を覚えることが私にとってどんな意味があるのか。それらの記憶はすでに過去になりましたが、燃やされた後も私に消えない痕跡を残してくれています。ふわとしての私、精鋭としての私、不可としての私、いくつかの点のように互いにつながり、私の道になる。それは運命ではなく、私が私のために選んだ道。人生というものは失敗を経て成功するものです。今日勝つために使おうとしているのは過去と経験だけですか？私が持っているのはそれだけです。そうですね、運を入れてもいいと思います。それが師匠が決めたことなら、私には背く理由も阻止する力もありません。今日の話を今までの精鋭仙人の口から聞けるとは思いませんでした。けどそれもいいことではないかと思います。趙雲、もう決めました。私は明日に向かいます。すべての過去をもって、それができれば過去も明日のようにここから伸びていくはずです。それが時間の最もすごいところだと思います。そうでしたか、師匠。あなたはずっとそうやって私を、私たちを見てきたのですね。今のあなたたちは私の頭に残った人格のかけらにすぎません。ですが、些細なことでも私は忘れたくないです。過去がなかったら未来もないでしょう。ええ、そうです。
師匠、縁があったらまたお会いしましょう。潮時です。少し休みますか？休憩時間ですから。さあ、神運、それを止めなければなりません。静かな時ほど危険なものです。心に刻んでおきます。これが精鋭仙人、七番弟子と同じ。し、気をつけて。仙人だとしても名前があるはず。私と同じ。遠い昔を忘れ、今にすがるしかないのに。明日のこともわからない。誰も明日のことなんてわからないでしょ。流れに身を任せるしかないわ。そうか、俺はやめるよ。過去を捨てたら明日はないだろう。だが無数の回り道の果てに、師匠、あなたはようやく本物の自分を見つけたんですね。面白い。昔のこと。一つも欠けてはなりません。あれ、これは剣心が。正解でした。師匠は剣心も大したことはないって言ったことがあります。嘘だって思ったけど、まさかお祖師様にそういう攻略法があったとは。止められない、避けられない剣心を、お祖師様は止めただけでなく、まさかの無傷。さすがです。もっと早く理解するべきでした。本当の達人の前ではそもそも必勝の技なんて存在しない。神器は使い果たしました。もう戦う力はありません。お祖師様、あなたの勝ちです。いいえ、私にとってこれも一つの冒険でした。それに今の私はどう考えても無傷とは言えないでしょう。この一戦は普通ではありません。ただ説明する時間はありません。あなたはこう言いましたね。私は命を懸けた戦いをしようとしていると。ですが、むしろ逆です。お祖師様、羅刹人みたいな話し方はやめてください。回りくどいです。剣心はあなたにとって有利でしたが、そのかけらは私にとっては害でしかありませんでした。それは過去が私に与えたレッスンですが、今ならわかります。これからの戦闘で
それはもう妨げにはなりません。今私たちはもう他の人に加勢できないでしょう。だから本当の意味で対等な条件で勝負できるのです。いいですね。これからは対極拳派の対決ですね。ええ、持久戦は避けたかったのですが、今という状況ならこれが私にとっての最善の局面です。対極拳技の伝承者。精鋭仙人ではなく太極拳派の祖師でもない。これは私、この負荷が試合の中で最大限に与えられる尊重です。素晴らしい。フカ、どうぞ。どうぞ。無常自在の一番弟子、リースちゃん、腰の上。
行創生万物となれ。私はもう一撃しか出せませんよ、フカ。そうですね、すみません。私は全力を出せません。わかってます。あの白髪の子を追いかけたいんですね。いいでしょう、これが最後の一撃です。あなた、一撃だけじゃないでしょう。はい、でも私は全力を出したけど、おそし様はまだ力を残してるんでしょ。つまり私は自分を買いかぶるべきではなかったんですね。いやいや、おそし様、一撃だけで見ると私の負けです。確かにあなたが上です。勝負がそう決まったのは1対2だったからです。あなたの勝ちです。はあ、本当は勝負なんてありません。勝ちたいのは私だけですから。おそし様、もしあなたが自分のため、この瞬間のためにもっと考えていたら、勝負は分かりませんでしたよ。おそし様、もう意識がない。勝てるとは思わなかったし、これからどうすればいいのか羅刹人も言ってなかったな。待って、それってあいつも私が勝つとは思っていなかったってことじゃない。おそし様のしたいことはちゃんとできてると思いますよ。あの言葉も間違いなく私の本心です。仲間を思うこと、もしくは自分のために考えること、どちらがより人を強くするのか私はまだ分かりません。一回戦っただけで分かるはずもないけど、もういいんだ。だっておそし様はもう新たに始めることができましたから。まずは安全な場所でしばらく休みましょう。あいつが私を呼び覚ましたのはきっと自分のことに自信があるからだと思うんですよね。もしかしたら私たちは別の時代に戻ることになるかもしれない。今のあなたにとってもむしろ馴染みがないかもしれませんね。おそし様、あなたが目覚めるまでここで待ち続けます。
何も知らない時代で目覚めるなんてあまりいい体験じゃありませんから。私は経験したから、もしかしたらおそし様の力になれるかもしれません。あなたも私も最善を尽くしました。そうですよね、ふか。ふわ、また何か用でも？未来はあなたに任せる。ですが博士、私は後人に何を与えればいいんですか？私わからないんです。その点においては私も同じよ。だからフワ、答えが知りたいのなら明日に向かってその目で確かめてみて。華麗な舞踏会にしましょう。どうしたの？じっと見つめて。何を考えてるの？